おや、どうしてそんなに難しい顔をしてるんだい？もっと楽しそうに描かないと。だって桃から生まれた羊の絵はとっても君らしいから。これを桃だと言い張るところがまず一番自分らしくて、桃から生まれてくる羊は多分普通の羊じゃないと思うので、不思議な雰囲気を持たせたいなと思って描きました。少し変わったような、はみ出たような、ちょっとなんだろう、変な感じがするもの。辛いことがたくさんあったね。本当は中学校にも高校にも普通に通いたかったんだよね。でも東京大学との出会いが君を変えた。周りはラッキーだねって言うかもしれない。でもそれは違う。浜口英史君、君は誰よりも真剣だった。そんな君を僕はずっと見ていたよ。みんなが学校で机を並べている時間、遅い朝食が出来上がるのを待ちながら英史君の一日は始まります。書いてるとどんどん湧き上がってくるような感じなので、もうただその欲求通りにひたすら書く感じです。食べることや寝ることを忘れて書き続けることも珍しくありません。一日に100枚書くこともあります。使っているのはどこにでもあるようなペン1本。まっさらなキャンバスに下書きもせず、ものの30分で宇宙船の絵が出来上がりました。英史君の絵には必ず登場するものがあります。自分のぬいぐるみで、なんかキャラクターはまあ全部そうなんですけど、自分の分身みたいなものです。確かによく見てみるといました。ここではほら空を飛んでいます。英史君の分身は時には宇宙船にだって乗り込みます。この子の名前はドッちゃん。英史君はいつもこのドッちゃんと一緒に現実と空想の世界を行ったり来たりしているのです。ただそんなドッちゃんも学校に行くことはできません。英史君ちょっと不安げな様子。教室行きたくないよ、そんな嫌なこと多いんじゃなくて。どうしても教室にだけは近づけないのです。小さいね。心の中では、お母さんごめんね。これが学校に行けなくなった理由です。これは中学生の時の文字。どんなに努力しても文字を書くことがうまくできないのです。ある特定の能力が欠落する学習障害でした。字とかは決まった形があって、それに沿って書かなきゃいけないところが、の一番の違いかなと思います。文字がうまく書けなければノートを取ることもテストを受けることもままなりません。学校生活のルールに適応できなかったのです。母園子さんが当時の絵を見せてくれました。絵にぶつけてるっていう感じがしますよね。武器を手に
戦いに明け暮れていました。自分だけこう阻害されてる感じとか、学校の中の自分なのかなとかちょっと思いますね。自分をバイキンみたいに扱うような差別のあるいじめです。先生もやっぱり自分の方から仲良くしていきなさいとか、嫌いな人と仲良くするのは無理だというと、やっぱり先生も怒るようになって、それでちょっと関係もあんまり良くなかったです。学校生活に別れを告げ、 A 氏君の絵は大きく変わりました。それは緻密で色鮮やかな空想の世界。電車やキャラクターが思うがままに空を飛び回っています。決して人間は登場させない。それが A 氏君の絵の中のたった一つのルールです。ある日、この絵に強い興味を示す人が現れました。これもう30分くらい。これ30分で描いたの？はい、早く、すごい。すごいね、これ。うわー、驚いちゃう。君独自の世界があるよね、僕のね、この。実はこの人、東京大学の教授だったのです。この日、いつも家にいるはずの A 氏君がそわそわとお出かけの準備をしています。おめかしをしておばあちゃんに出発の挨拶。素敵。よかった。それでは場所はそろそろ終わる。自分で初めて学校に行きたい、待ち遠しい、ワクワクするって言ってくれたの、すごいよかった。まさか学生時代にこの言葉が聞けると思ってなく。A 氏君に人生の転機が訪れました。舞台は東京大学です。新しい学校って何なんだろうっていう時に、誰も考える人っていないんだよ。その常識から抜け出して考える人ってほとんどいない。今の学校、東京大学で人間支援工学を教える中村健龍教授、新しい学校を作りました。集められたのは数学、物理、芸術など特定の分野で突き抜けた才能を持った子どもたち。動物博士の小学4年生。わさびのおしっこにも驚きました。蛇のおしっこは固体で、固まるとチョークみたいに字が書けます。ロボットを自在に操る中学2年生。元からあったサンプルプログラムをちょちょっと書き換えたのか。この4つのデータを使って未来の地球についてのプレゼンテーション。物理科学の分野では学者顔負けの知識を持つ中学1年生。一方でその多くは学校のルールにはうまく適応できず、半数以上が不登校です。彼らの眠った才能を世に送り出す試み、それが異才発掘プロジェクト、ロケットです。いよいよA 氏君の番です。文字が書けないのでスマホがメモ代わり。自分の興味のあることを学ぶということはとても幸せなことだと思います。答えを見つけ出そうとすると多くの疑問が生まれます。小学校は私の疑問に答えてくれませんでした。ここでは多くのことを学校に不信感を覚えてから、人の顔をまともに見ることができません。
みんな仲間って言ったけど別に絶対この人としなくてしなくてもいいね。一人でやりたいことがあれば一人でやるのが多いさま多いです、はい、分かった、ね、はい、みんな仲良くしなさいっていうことは喧嘩しろとは言わないよ。あれ、今までの学校と何かが違う。実は A 氏くんは人と仲良くすることが大の苦手です。アスペルガー症候群だと診断され、今も人とうまくコミュニケーションが取れないのです。お葬式大人になったら例えば自然と身につく常識もわからないため、クリニックに通って勉強しています。他の人のお家にいた時は楽にしてって言われて楽にしすぎたことがあった。でこういう感じの体制でやった。友達の家、はい、なるほど。足とかは崩していいですよっていう意味だよね、きっとね。完全にね、ちょっと友達入ってきた時何か言ってた。何も言ってなくてちょっと驚いた様子でした。そう、なんかそのままだから言われた通りに取っちゃったら、はい、あれ違ったのってことが聞こえましたよね。 OK、 変人扱いされ苦しんできました。東大にはどっちゃんと一緒に登校しています。教室には A 氏くん同様突き抜けた才能を持つ一方で障害に悩む子どもたちがいました。野中博太郎くんもその一人。障害があり集団行動が苦手です。まあ、なるべく自分の世界の現実の分野が楽しくて、まあ、できないことしかないわけですね。できないことがいっぱいあって、それで俺ならダメだと思ってました、うん、ああ、そうか。ロケットってできる人を取るプログラムかな。何でしょう、できる人を取るプログラムだったらさ、一斉学力試験をやって取ればいいよね。そしたら私完全にしてる。ロケットってどんな人を取るプログラムかって言ったら、最初に言ったらさ、君たちは異彩ではない、うん、そうです、そんなの分かんない、うん、単なる変わった子だと、もっと変われへん。だから変わりに行った人っていうか、この子ちょっと普通の子と違うよねって誰もが認められるような子を僕たちは残していこうと思って、僕たちはフリー生活が働いちゃってさ、うん、何かをストップさせようとするんだけど、そんなこと関係ないね、うん、そう、そういう人が何かを作って、もっと変人になれ。この言葉に背中を押された A 氏くん、ますます絵に没頭するようになります。そしてわずか半年後、どっちゃんもペコリ。夢だった画集の出版にこぎつけました。出版記念イベントには中村先生も駆けつけました。こんな素晴らしい才能がある子どもに対して、それ以外の無駄なことをさせることが一体どういう意味があるんだろうかっていうことを考えたときに、潰されないようにそういうものを作ってあげようっていうふうに思ったんです。まあ、石君これからも、まあ、頑張らずに淡々と、ね、君の好きなことをぜひ進めていってもらえればなというふうに思います。はい、ありがとうございます、ね、今日は本当におめでとうございました。順風満帆に見える A 氏くんですが、なかなか乗り越えられない壁がありました。展覧会に参加した時のこと。ちょっと何回か説明しないと。お客さんが A 氏くんの絵を丹念に見てくれています。なのに話しかけられません。お母さんが話しかけるチャンスを伝えます。
A 氏君、今度こそ。どうしても人は苦手。今の A 氏君にとって人間はこんな風に見えているんだとか。豪華な服を着てるけど顔はこんなに間抜けだったりよだれを垂らしていたりする。人は苦手なのでやっぱりこういうところから始めようかなと思います。いつかは描けるようになりたいなと。そんな A 氏君に試練が訪れます。目の当たりにしたのは人間のおぞましい一面でした。異彩の原石たちはなぜ立ちすくんでいるのでしょうか。この日の授業は異彩発掘プロジェクトの核心部分に入っていきます。今日の話はその話なんだよ、はい、普通って何とか変わってるって何っていう想像してごらん。今日のゲスト、ね、障害者の人を呼んでます。どんな人が来ると。まあ、障害者っていう風な言葉を使わないちょっと批判的な言葉だと思います。っていうと、そう、障害者を使ったら批判的だみたいなさ、なんか障害者が悪いことみたいなことをさ、ひなたみたいに言う子もいるし、目を見えない人がやってくるとか、ね、あるいは車椅子の人がやってくるとか、実はすごいことをみんな考えてしまうんだよ。わかる？うん。ところが、実は普通の人がやってくることだってある。こんなんでも障害って何かができないっていうことなんですよ、うん、それはどの人間にもあるじゃないですか。それが苦手だというか。そうだからある意味みんな障害者であって障害者というものはないんじゃないかというものが、その個別で病気みたいに考えるのはちょっと違うんですよ。そうだね、変わってるって何かが一つ変わってるって言ったらもうそれがこの辺にぴったりもうべったりとか貼られる。これをスティグマ、烙印っていうね。わかる。人間って誰もが変わってるところがある、まあ、でみんなそうやって変わってる人ってこうやってなんかシール貼ってたらもう世の中の人たちがって見るわけだ。そう、これすごい恐ろしいことだけど僕たちもやっちゃってるものなんですよ。障害のある人たちに対してそういう風に見たら実はみんなのことを悪く言う人のことをもうちょっとうん、こいつこうやって見てるのかって言って気にしなくてよくなるかもしれないな。変わっているってなんだ、普通の基準ってなんだ、その答えを探す旅が始まりました。テーマはサイバスロンとアウシュビッツを結びつけ今の世の中を考えよう。サイバスロンとは障害者のための技術の進化を競う世界大会。宇宙やばくないこれ。例えば手がない人が作業をいかに早く正確にこなせるかを競い合ったり、体が動かない人の脳波を電極で読み取りバーチャルの世界でレースを展開したり、スタミラ力はない。いやそうだ、やだけど豪快でかっこいいじゃん。あれほぼ電車だ。いや断然速い。最先端の技術に子供たちも大興奮。要は人のやることを拡張するためのものだよって。でみんなそのよく自転車とか乗るよねって、これも拡張じゃんって。電車とか乗るよねって、これも拡張だよねって。飛行機とかね、それも拡張だって。義手っていうのはそれと同じなんだ。この辺は進化していけば今まで劣っていたという認識が特徴を持ったある一定の分野優れている人に変わるんじゃないかなと思います。進化、優れている、拡張、子どもたちは皆障害者たちの活躍をポジティブに受け止めていました。でも中村先生はこの考え方に潜むある危険性にも気づいてほしかったのです。
次に訪れたのはポーランド。ちょっとこれ怪しすぎるよこれ。皮肉にも A 氏君の黒ずくめの服装がこの後訪れる試練を暗示していました。今我々が通っているこの門なんですけれども、まあ、囚人たちが強制収容所に最初に入る門。ここは70年以上前、罪のないユダヤ人が大量虐殺された地、アウシュビッツです。最初に訪れたサイバスロンとどう結びつくのでしょうか。仕事ができる人たちと仕事ができない人たちに分けます。生死を分けたのは働けるかどうかという基準でした。中には自分と同じくらいの子供の姿もありました。A 氏君はすっかり塞ぎ込んでしまいました。今我々がいるこの場所が最もよくセレクションが行われていた場所になります。軍医さん、彼がその来た囚人の人が生きるのか死ぬのか決めるのは本当指の動きですね。でもこの基準を作ったのは他でもない人間でした。だけど一方で俺はああいうふうな人間になるかもしれないと思うよ。俺はヘスみたいな人間になるかもしれない。そのヘスもお家ではすごくいやいやそうだね。いつも議論の核心をついてくる山下泰斗君。模型作りの才能がある一方、何事にもこだわりが強く学校のルールに反発し続けてきました。いや優しい人がその時代が時代だったみたいな。家では優しいお父さんと家でも優しくないけどさ。だけど本当に自分でそういう、俺誰もがなりうると思う。人間って悪魔だと思います。確かに、ね、悪魔になる素質がある。大量虐殺を引き起こしたのが悪魔ではなく普通の人だったとすれば、何が普通の人を悪魔に変えたのでしょうか。一つのことしか見られなくなってしまうっていうのがやっぱりなんかナチスのこのこれの根底が見られるんじゃないかなって。てか合理性を重視する国民性が創設したのか。てかまあ物差しをその一つでしか当たらない合理性はやばいってこと。そう命であったりとか人の価値であったりとかそういうものまでその合理化するっていうのはやっぱり危険なんじゃないかなっていうのは、旅の締めくくりとなるのがアウシュビッツの原点です。ここは精神病院。ユダヤ人迫害より前にナチスはこの病院で障害者を虐殺していたのです。20世紀になると若者たちっていうのは戦場の第一線に出かけていきます。でその時にそういった精神障害の人たちっていうのは何に役に立てるのかっていうのがすごい浮き彫りになってきました。あの扉の向こうにいる人たちの解剖などが行われていました。 A 氏君がショックだったのは患者を殺していたのが医師だったということ。医師たちはどうして自分から参加していったのでしょうか。
And it was good for the patients. That was the idea behind it. 安楽死という考えで良い形にって捉えていました。ナチスにとって障害者は社会の役に立たないから殺すのは良いこととされていたのです。障害に苦しむ子どもたちは自らを重ね傷つきました。障害者を助けるサイバスロン、障害者迫害から始まったアウシュビッツ、両者の根底に潜む共通点は何なのでしょうか。アウシュビッツでね、ヒトラーたちがやったことっていうのはポジティブなことなのかネガティブなことなのか。はい、いや、ポジティブ。はい、どうぞ。じゃあ今の視点ではネガティブかもしれないですけど、うん、当時はとてもポジティブだとみんな思ってやっていたことです。ネガティブポジティブというか、そのネガティブなことをポジティブな方向に持っていくというか、要は人を殺すことが悪いっていうことを、その避けるっていうのか守るっていうのか、ま、悪いことをしてるって思わせないシステムがあったっていうことなんじゃないかなって。学校で受けたいじめの体験と結びつけて考えるのは石川空馬くん。絵や粘土でアニメーションを作るのが特技ですが、学校の方針に納得できず不登校でした。一方的に殴られたりとか見つかけられたりとか。それってユダヤ人の人が受けた仕打ちと、まあ程度の差はあり同じ。日本の中だってアウシュビッツいっぱいあるじゃんっていうか、まあ要するに一番あれ、あの共通してるのが、あの俺らも悪いことしてへんのに、なんでこんな目に遭わなあかんのっていうから、そのわけのわからん基準で、されるわけ。現代社会に潜むアウシュビッツ、自分たちが囚人になっていたことを悟ります。じゃあさ、サイバスロンどう思う。サイバスロン、はい、はい、あのサイバスロンっていうのは、そのなんかそもそも障害っていうものがその劣ってるっていうのとは違うんだって。多分障害っていう部活そのものを消したいと思うんですね、最終的なところ。今障害のある人が逆に将来多くの可能性を持ったとか発展の余地のある人になるんじゃないかなと。手足がないから逆にそこに何でもつけられるっていうところで、なんかそれ俺でより発展性がある人なんじゃないかなと思う。義手をつけたりっていうのは進化と一緒で、つまりは人間の進化に直結するようなものなのかなと今思いました。ならさ、サイボーグになればいいんだ、劣った人間がっていうことか。そもそもその優勢な遺伝子ってなんだろうって。レス比較的使える遺伝子って、使えるってどこに対して。足が速ければ優勢なの、優れた人間とか劣った人間っていうのは社会に適合してるかどうかだと思うんですよ僕は。まあ事実僕がその社会性不適合者、そんなことはないな。うん、いや事実そうだと思う。僕はそのいかにその自分が扱いづらくて、自分で自分すらも扱いづらい人間であったとしても、この脳みその考え方のままでいたいけど、それを例えば補正する機械みたいなのができて、それつけるの当たり前になって、それ前提社会が動いて、この自分のままじゃいられないみたいになったら、それ絶対に嫌やから。社会に適合できないものは囚人として生きなければならないのでしょうか。困ってるから俺らが安楽死させてやるんだみたいなことをナチスの人らも言ってたかもしれないけど、その人にだっていや僕このままでええねんけどと思ってたやつ絶対おったやろうから、うん、アウシュビッツとサイバスロンがやっと結びついてきたような気がするね。英志君の考えも変わってきました。自分が間違いにすごく気づきました。私は今までこの義手や義足っていうのは可能性であって、つける人はそれをつけたらみんなと同じように幸福になるって思っていたけど、人間は強くならなければいけないとか常に進化してないといけないというような風潮がそもそも悲劇を生み出しているのではないかなと思うことがあります。技術を使えば何かが高まっていくっていうか、背が高い方がいいよね、力がある方がいいよねって、うん、
頭の回転が速い方がいいよねっていうような、うん、いわゆる一つの軸の中で多分君らは追い詰められてきてんじゃないのかなって、うん、今までそれでも俺はこれでいいっていうふうに堂々と生きる人間がもう少し増えていかないとやべえんじゃないかなってそうですよ。これが中村先生の伝えたかったこと。旅の終わりに訪れたのは虐殺された人々の墓地、石碑に刻まれた言葉。帰国した英志君に変化が現れました。絵が描けなくなったのです。帰国した英志君、思い通りに絵が描けなくなっていました。今回の旅で人間とは一体どういう存在なのかということを強く考えたので、それを表す方法はやっぱり人間を描くことだけかなと思いました。英志君の空想の世界に人間が訪ねてきたのです。自分の奥底には何が潜んでいるんだろう。すっごい怖い、どうしよう。頑張れ、エシ。ファイトです。生まれて初めて絵を描くことに苦しさを感じていました。これが英志君が初めて描いた人間の姿です。一緒に暮らしていた人たちが銃を向け合ったり、どちらかを迫害したりするようになる。歩いてる人たちは無理やり目的地に連れて行かれるような、今の現状にとどまったりすることが許されないような状況を描いています。やっぱり人間は自分の心が一番恐ろしいんじゃないかな。誰よりも先に見てほしかったのは中村先生。わかるよ、この感じ、崩れるっていう、日本の中のアウシュビッツには気づきましたか。気づきました、人の倫理観というのはすぐに変わってしまうということと、だけどみんながそういう心を持ってるっていうのも実は感じてほしかった、英志君が再び人間の絵を描き始めました。描いたのは人間のもう一つの姿。これまで下書きをしなかった英志君が何度も描き直しています。手を広げて受け入れる寛容さとか優しさを表したかった。この絵はアウシュビッツで囚人の身代わりとなって殺された神父の話からインスピレーションを得ました。心臓からこれは血になって下に降り注いでブドウを生やしていたり身をつけていたりするので、やはり自己犠牲の象徴として描きました。いじめられて結構心を閉ざすというか、本当に人にも誰にも興味示さないような人間だった自分が、なんかこんなに変わったと思うとすごい嬉しいですね。自分でも少しは血の通った人間になったような気がします。英志君の姿は人だかりの中にありました。人間を描くことで絵の幅が広がり、
仕事の依頼も来るようになったのです。2冊目の画集も出版。ただ画家として順風満帆に見える一方で、ある悩みを抱えていました。理解者がなかった頃の、なかなか理解してもらわなかったり、こう辛いことがたくさんあった時の絵、そういった絵の方がこう、なんだろうかな、心に響いたり、こう、うん、自分が強く出てるっていうところはあると思います、ね、僕は何のために絵を描くのか、これまで考えもしなかったことが頭をよぎります。人を主体にして、こうなるべく単純に分かりやすく伝える絵を描くっていうことは得意な絵ではなかったと、なんだろうかな、自分の画風とあんまり合ってないような気がするんですけど、なかなかペンが動いてくれない日も増えました。確かに今すごく悩んでる時期で、仕事とかを持ち始めると自分の今いる位置をこう死守しようとしてしまう、人から受け入れられる、自分の絵を評価されるっていうことは嬉しいことですね。でもなんだろうかな、たとえ受け入れられなくても自分の描きたい絵を描きたいというところもあって、 A 氏君には忘れられない話がありました。中村先生の研究室に所属し世界的に活躍するアーティストのことです。最近大学の先生になったんだ。僕にこの間こう言った。大学の先生になったらさ、10時半になったら教室に行かなきゃいけないんだよね。僕もうそれ辛くて辛くて。これ何してたの今まで。朝起きて今日何しようかなって考えるんだ。でやること決まったら家を出てた。幸せな生活だった。俺たちもそういう生活してみようよ。ね、でも厳しいんじゃないですか。厳しいよ。厳しいってのは何かって言ったら、これはみんなに言えることよ。自分のやることなら自分で責任を取れ。厳しいね。厳しいね。幼い頃からぬいぐるみのどっちゃんと一緒にずっと好きな絵だけを描いてきました。変人と呼ばれて。でもほらずっとあれだって言ってたし、普通になりたいっていう思いがありました。普通に学校生活を送れればいいなとは思ってました。でそれでずっと普通になりたいって女の子だったら、って言わなくていい。うん。誰よりも普通になりたかったはずなのに。先生、僕の選んだ道は本当に正しいのでしょうか。たとえまたこう状況が逆転して人に認められなくなったとしても、自分の行った行為を何者も正当化してくれない、それをこう責任を持つのは自分だけっていうのは本当にすごい不安で孤独なことだと思うんです。自分の好きなことをやっていくと孤独じゃないですかね。他の人興味ないですからね。うん、桃から生まれた羊の話聞きたくないし、できたもらえるかもしれないけど、だからこそ面白いものができるんであって、孤独を楽しめばいいんじゃないかと思うんですよね。A 氏くん、やっと描きたいものが描けたね。昔からよくこぼしてたよね、自分ははみ出し者だって。だから人間の絵も一旦置いといていいんじゃない？たとえそれが間違ってたとしても、また生まれ変わればいいんだもん。桃から生まれた羊たちがそう言ってるよ。ね？あの羊は自分でもう一度まっさらな視点を持って新たな場所に
生まれてくるっていう再出発だったり原点回帰っていうところが大きいんじゃないかなと思います。そういえば中村先生は一つだけ間違ったことを言ってたよ。なんだかわかるかい？桃から生まれた羊の話、他の人は聞きたくないって。そんなことないよ、僕が全部聞いてあげるから。ご視聴ありがとうございます。アベマアナウンサーの西澤ゆかです。アベマならご覧の番組をフルで見放題。動画の続きはここをクリック。